うつうましい貯蔵室。さあ、強化されたクラウン。で、瓶の本数2本増えて。で、黄色瓶が、スーパー強化されたから、まあ、アドオンは、黄色瓶関連のアドオン2本乗せて、またディストかこれ。ディストしじゃねえわ。で、この効果時間が長いの長いの。この加速時間がクソ長くて。あ、死んだんだ。この、加速時間がめっちゃ長い。黄色瓶の。まあ、それが今回のクラウンのスーパー強化の、まあ、内容というか。で、これ瓶を踏みます。で、加速。まだ加速、まだ加速。まだ加速、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 やっと消えたーって感じ。これぐらい持ちます。吸います。加速入ります。加速、加速、まだ加速、まだ加速。まだ加速、まだ加速、消えました、みたいな。いやもう動けるデブだよね、本当に。共鳴ないよね。ガチモンの動けるデブだよね。そう、だからこの黄色瓶はもうほぼ黄色しか使わないだから。で、黄色瓶投げた後に、この黄色が弾けるまでの時間も実は早くなってて。まあどういうことかっていうと、あの、黄色瓶って投げた後に、あの自分が吸わないといけないからさ、ちょっと吸うのがめんどくさかったりしたんだよね。爆発待ちというか、黄色瓶爆発待ちがあったんだけど、それがなくなった。すぐ爆発するから。シュッて。何？速だ！で、さあ全員負傷。それがね、かなり利便性が向上したかな。投げて、すぐ爆発して、すぐ吸って、超絶速度アップみたいな。感じよね、言ったら。で、黄色投げて、で、吸って、すぐにスーパー速度アップみたいなね。この、このなんかもうピンクの瓶いりませんよみたいな。これがちょっとね、今回の、まあ、今回のクラウンの強化をさ一番生かした構成じゃね。早いよ。早いですよ。黄色投げてすぐ吸ってで、速度アップの時間が、非常に長いと。ほら、もう今直前までさ、今の、もう降りる直前まで、黄色いガスのさ、速度ブースト乗ってたんだよね、今実は。ほんと直前まで乗ってた。足早すぎ。吸って、
高速移動しながら、しかもまあ葉巻の効果でオーラも見えるから、さらにコンボとしてはかなり熱い。さあ吸って吸って、巡回が早すぎる何より。はい、吸って早いです。オーラも見えてます。でピンクあんまいらん、正直。黄色でいい黄色で追いつく、むしろ黄色のがいい。オーラも見えるから。ピンクのでいらんかな。まあこういうとこは投げてもいいけどね。今んとことかパッてピーク投げてもいいけど、はい、よっ。さあ投げます、投げる、吸う。でこのブーストが長い、これで高速巡回して、でこの黄色でいい、どんどん黄色投げて、高速殴りで、こういう時はもうさすがにピンクでいい。さすがにさすがに、まあピンク使う時は使っても良いが、あのダウンペース早すぎてダウンペース早すぎてイタチとかも蹴る暇ないな。でリロードして黄色瓶投げて、で高速で走りながらここのオーラ丸見えの人をしばいて、でここもまあ黄色でいいかな。もうほんと黄色でいい、黄色ばっかね。はい、まだ入ってね。まだ今の儀式が今もしかして儀式行われた、今儀式行われたな。意識、闇の儀式で今の音であれだな、網を張る雲で発電機が 15% 進んだから。さあ投げる、走る、めちゃくちゃ速い、めちゃくちゃ速い、追いつく、早すぎて追いつく、本当に早いね。まあ、いたし入れとこうか一応。めちゃくちゃ早いな。えいよ。瓶投げる。いそうだなこの辺。いない。まあ一旦蹴っとく。さあオーラが見えてる。さあ、まあラッキーだねやな。今のはオーラが見えてたからちょっとラッキーが。ラッキー事故がありましたね。はいはい、いやー瓶が爆発するまでの時間が早くなったのもいいな。はい、見つけた。吸って早いからシューッとね、もう一瞬で追いつくからシューッと
タキスケベスケベ要素なかっただ。うん、強い強い、本当に強いよ。あ、クラウンかなりこの黄色瓶特化の構成面白いと思う。なんか本当なんかレイスみたいな感じ、レイスみたいな感じになっちゃった。速すぎる、常にこの速度でさ移動できるからさ、なんかマジレイスみたいな感じだよね。ほら、透明化中のレイスみたいな速さじゃない。ジジ